ノルディン・アムラバトは、オランダ、北ホラント州、ナールデン出身のサッカー選手。モロッコ代表。同じく同国代表であるソフィアン・アムラバトは弟。X、アテネ FC 所属。ポジションは FW。2007年、BBB、フェンドーに移籍すると、ホンダ・ケースケットプレー。クラブは2部リーグに降格したが、PSV、アイントホーヘンに移籍して、 チャンピオンズリーグに初挑戦した。2011年1月、トルコのカイセリスポールに移籍した。2012年7月に、同じトルコのクラブであるガラッタサラへ移籍金800万ユーロで5年契約を結んだ。2014年1月、マラが CF へ期限付き移籍。2015年4月30日に完全移籍した。2016年1月18日、 ワトホード FC へ移籍。2017年9月、CD、レガネスへ期限付き移籍。2018年7月16日、アルナスルへ3年契約で移籍。2021年8月16日、エックアテネ FC に加入。U-21 オランダ代表としてプレーした後、2011年11月11日、ウガンダ代表戦で、モロッコ代表デビューし、 13日のカメルーン代表戦で初得点した。2012年ロンドンオリンピックの代表メンバーにオーバーエイジとして選出された。2018年5月 2018FIFA ワールドカップの代表メンバーに選出された。グループリーグ全3試合に先発出場した。ありがとうございます。